はい、皆さん、今回紹介するのはウルトラマン X デラックススカイマスケッティ、こちらの玩具を紹介したいと思います。はい、ウルトラマン X に登場するこのね戦闘機なんですけども、地球防衛組織のジオが使う乗り物ですね。合体遊びとか、まあ、変形ギミックがあるんですけども、まあいわゆる昭和でいうウルトラホークに近いんですかね。ジオアトラスというねこの車とジオマスケッティという戦闘機、これが発売して、でまだ発売してないんですけども、今後発売するジオアラミスとジオボルトス、これらの乗り物もこのジオマスケッティと合体して、まあこういうね違った乗り物に変形したりとかいろいろするんですよね。あの銀河の時はねこういう戦闘機とか出てこなかったんで、あのこれはねもう本当に久々ですよね、こういう玩具は。銀河に出てくるねこの車、シュナウザーやったかな。一応僕もあのこれレビューで上げてるんですけども、このギミックも結構面白いんですよ。回して回転するとほら日産リーフになるっていうなかなか面白いでしょこれも。はい、すいません。ということで、今回はねこのスカイマスケッティ早速ね開けましょうか。では早速開封してみます。いつもねこの新しいおもちゃを開ける瞬間っていうのはね大人になっても楽しい。はい、じゃーん、こんなとこに入って、おーすげー、あ結構重たいですね。はい、なるほどなるほど、これだけかな入ってるのは。中身はこちらの2つです。はい、まずこちらがジオアトスですね。さっき僕ジオアトラスって言ってましたよね、すいません申し訳ないです。おそらくこれも日産リーフかな、ですよね、リーフですよね、ですよね、リーフですね、ね、そうです。はい、大きさなんですけども、こちらがトミカの車なんですけども、だいたいトミカと同じ大きさです。結構ねある程度の重量感があって、ちょっとね豪華な感じもします。塗装の塗り分けもね結構綺麗にできてますね。このねジオのロゴもねすごく丁寧に表現されてて、こちらのね日産のロゴまで細かく表現されてます。はい、そしてこちらがジオマスケッティです。戦闘機ですね。はい、もうね見てもらったら分かるように赤青黄色というね信号カラーになってますね。はい、結構カラフルで、まあ造形形自体はねもう本当に戦闘機っていうねかっこいいデザインになってますね。これからねX で登場してねどのような活躍をするのかっていうのはねすごくね楽しみですね。もう本当久々ですもんねこういう戦闘機って。はい、それでこちらの2つをね合体させるんですけども、もう超簡単なんで、ここにねこのジオアトスを乗せるだけ。ここに凹凸があるんで、ここに入れて前にスライドするだけ。これでスカイマスケッティになりました。はい、やっぱりこのなんていうんですかね、落ち着き感っていうか、やっぱりかっこよさは増しますよね。羽っていうかここの突起部分がねちょうど戦闘機になったことによって、見ても違和感のない戦闘機のデザインになりますよね。車が乗ってるだけなんですけども、これはこれでかっこいいです。下にね車輪がついてるんで、この走行もできます。はい、そしてスペースマスケッティに変形させたいんですけども、8月に発売するジオアラミスというね車があるんですけども、その車が発売すれば完成するんですけど、まだちょっと発売してないんで、一応ねちょっと触りだけでもやっておきます。まずは両ウィングを180度回転させます。そして前のフロント部分を回転させて分割します。そしてこのままこういう感じで折りたたんで、まあこれが、まあ、ジオアラミスとすれば、ジオアラミスをセットすればスペースマスケッティになります。近未来的なね造形でかっこいいですよね。ちなみにこれもコロ走行は可能です。はい、そして最後の変形、ランドマスケッティに変形させたいと思います。はい、これもですね、こちらのジオボルトスというトラックが必要なんですけども、今回はそれがないんでこちらで再現したいと思います。はい、これもね非常に簡単なんで、まずはね翼を上に畳みます。フロント部分を回転します。分割して後ろに持っていくだけ。これで完成です。
もうめちゃくちゃ簡単で、やっぱりちびっこにはねこういうおもちゃが一番合うんでしょうね。ちなみにこれもクロスオークは可能。ということで今回はデラックススカイマスケッティをレビューしました。一応ね定価がいくらぐらいだったかな、3000ちょっとしたんかな。正直ねちょっとお高いかなっていうイメージはあったんですけども、まあ、この変形ギミックがあるっていうところで、まあ、まあまあなお値段かなっていう感じですかね。はい、まああのウルトラマン X はねこれから本当に僕もねあのすごく興味があるんで、どんどんね応援していきたいんですけど、やっぱりねこういう玩具っていうのはねどんどん出してほしいですよね。バンバン出してくれたらもう僕みたいなウルトラファンはすごく嬉しいです。はい、まあですねおすすめ度としましては、まあねそこまで高くはないんですけども、まあウルトラマン X への愛がある方なら絶対買ってほしいアイテムだと思います。ということでまた次回です。じゃあね。光る巨人 TV は毎週月水金に動画更新をしてます。土日も頑張ります。画面下のチャンネル登録ボタンでチャンネル登録をして光る巨人ファミリーになりましょう。